トレーバー・マイケル・リチャーズは、アメリカ合衆国入りのイ州クリントン軍、アビストン出身のプロ野球選手、ウッドを右打ち、MLB のトロントブルージーズ所属。学生時代は、MLB ドラフトで、どこからも指名されず、2015年に独立リーグである、フロンティアリーグのゲートウェイグリズリーズ入りして、プロ生活をスタートさせる。この年は14試合に先発登板して6勝6敗。 防御率3.36、84奪三振を記録した。2016年は9試合に登板して3勝3敗、防御率3.21、48奪三振を記録した。2016年7月、マイアミ・マーリンズと契約した。契約後は、参カの A-9 バタビア・マックドックスと A 級、グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレイし、 二球団合計で11試合に登板して2勝3敗13、セーブ、防御率2.48、53奪三振を記録した。2017年は、AA 級ジュピターハンマーヘッツと AA 級ジャクソンビルジャンボシュリンプでプレーし、二球団合計で27試合に登板して12勝11敗、防御率2.53、158奪三振を記録した。 2018年の開幕は A 級ジャクソンビルで迎えたが4月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボストンレッドソックス戦にて先発でメジャーデビュー。この年メジャーでは25試合に先発登板して4勝9敗、防御率4.42、130奪三振を記録した。2019年7月31日にラインスタネック。 ヘス・サンチェスとのトレードで、ニック・アンダーソンと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。この年は2球団合計で30試合に登板して6勝12敗、防御率4.06、127奪三振を記録した。2021年5月21日に、JP ・ファイアライゼン、ドリューラ・スムセンとのトレードで、ウィリー・アダメスと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。 2021年7月6日にローディテレスとのトレードでボーデン・フランシスと共にトロントブルージェイズへ移籍した。チェンジアップが武器の技巧派右腕である。ありがとうございます。